北濃駅は、岐阜県郡上市白鳥町保木島にある長良川、鉄道小指南線の駅で、同線の終着駅でもある。駅番号は37。美濃大田駅から伸び、福井県の小指北線と結ばれる予定で、建設されている。小指南線はこの駅の構内北側で線路が途切れている。北濃駅での小指南、線海通臨時列車ホーム島式ホーム一面二線の地上駅。 二線のうち一線は未使用である。木造の駅舎があり、無人駅で夜間大白は設定されていない。2019年9月20日に終着北濃駅が開店し、ラーメンや定食の提供が行われているものの、駅業務は行っていない。かつては、越南線の終着駅として、蒸気機関車の給水などの設備等や貨物列車用の引っ込み線もあり、 駅員も配置されていた。転車台白鳥交通、北野駅停留所駅構内北側には、蒸気機関車の向きを変える転車台が残っており、これは蒸気機関車が現役だった1960年代、終わり頃まで使われており、長良川鉄道発足後も使われた時期がある。この転車台は1902年にアメリカンブリッジで製造されたもので、 当初岐阜駅に設置され、古紙南線が当駅まで延伸開業した1934年に、ここに移設された。直径15.4メートルの円形をしており、機関車の乗った橋桁を二人で押して回転させる手動式。大井川鉄道にある1897年製のものに次ぐ日本最古級のもので、歴史的産業分解産と評価されている。 2002年に地元住民で保存会が結成され、動かせる状態に手入れされている。2005年3月18日には国の登録有形文化財に登録更新された。なお陸運局の書類上は現役の設備である。当地付近はかつて北農村の中心地であった。郡上市自主運行バスが美濃白鳥駅、昼賀の高原、糸都城方面に運行している。 福井県大野市との県境に近く、美濃白鳥駅と同様に、路線バスを乗り継いで、JR 小芝北線くずりゅ駅まで出ることが可能である。ありがとうございます。